もともとなんか押し入れで押し入れを解体した。これは自分でつけました。あ、これいいですね。これなんか今までこう二次元だったことが質量とか物質大きさみたいな、なんかそういう新しいワードが出てきて、うん、なんかそれはちょっと自分の中で今後大事になるかなって思ってます。あ、自分の中で見返した時の厚みみたいなのが出てきたので、まあ、その過去の振り返りつつ新しい作品でその質量っていうのをどう見せるかみたいなのはちょっと出てきてるところです。あ、そうです、これがアート名古屋で買った新井さんの作品です。なんかこの質感の違いとイメージだとこういう感じだったんですけど、ずしってきた時のなんかその重みがなんかすごいグッときて、うん、なんか初めて自分で立体買ったこともちょっとびっくりしたんですけど。あ、なるほど。今まで立体は立体は買ったことなかったです。お気に入りです。うんうんうん、かなりお気に入り、かなりお気に入り考えてることは割と一緒なんですけど、うん、ここを出すときとここを出すときと、うん、今回はこっち出そうみたいな、はい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 、なんかそういうのが結構広がってきてて、うん、でなんかまたちょっと今までだと結構平面に偏ってたけど、なんかその質量とか気にしだしてもうちょっと違う方向で働きかけたいなって思ってるところ。なるほどなるほど。